酸素をたっぷり吸って、その高いエネルギーを存分に利用しました。それでもまだ酸素は余っていました。その余った酸素を使って大量のコラーゲンを作り始めました。実はコラーゲンは大量の酸素があってこそ初めて作れる物質なのです。35億年の間、微生物のままだったあなたの祖先はついに限界を打ち破り、大きく目に見える存在へとなっていきました。全球凍結をくぐり抜け、目に見える大きさになった生き物たち。大量の酸素とコラーゲンを使ってユニークな大型生物へと次々に進化していきました。そんな中、あなたの祖先はすでにあなたと同じ基本的な構造を獲得し始めていました。背中に見える一筋の線は脊椎の原型だと考えられています。この線がやがてあなたの体を貫く背骨になっていったのです。頭には何らかの感覚器官があった可能性があります。あなたの目の原型です。コラーゲンが実現した大型化によって、あなたの祖先は複雑な生物への進化の階段を一気に上り始めました。全球凍結、その危機を乗り越えた時初めて、あなたへとつながる進化の歯車は大きく加速されたのです。あなたの体を支える骨、骨の有機物の 90% がコラーゲンです。骨はコラーゲンの塊にカルシウムなどが付着したものなのです。皮膚もその 70% がコラーゲンです。肌にコラーゲンがいいとされているのは、それが皮膚の成分そのものだからです。角膜もコラーゲンの芸術です。コラーゲンの繊維を織物を織るように重ねて作られています。血管の管の形を作っているのもコラーゲンです。柔軟で丈夫な血管の壁を支えています。6億年前に祖先が大量生産を始めた物質が、あなたの体に温かい血を通わせているのです。第1話、あなたの祖先です。現代のエリデンモウチュウという動物プランクトンに似た生物だったと考えられています。そしてあなたの祖先には大切なパートナーがいました。太陽の光を利用して酸素と栄養分を作り出す光合成生物です。彼らが作る酸素を呼吸し、栄養分を食べて、あなたの祖先は生きていたのです。そしてもう一つ、第三の微生物。全球凍結の原因はよくわかっていませんが、実はこの第三の微生物こそが関係したのではないかという説があります。した大変動を命からがら生き延びたあなたの祖先は、なぜか突然大進化を遂げます。全球凍結の後の海には、地球史上最初の大型生物の楽園が広がっていました。生命は微生物から大型生物へと進化していたのです。あなたの祖先が大きくなったことと、さらに氷が溶けると地球は一転して
気温50度の猛暑に襲われました。風速300メートルの巨大ハリケーンが生まれ、生き残った一握りの微生物たちを襲いました。ところが、こうした大変動を命からがら生き延びたあなたの祖先は、なぜか突然大進化を遂げます。全球凍結の後の海には、地球史上最初の大型生物の楽園が広がっていました。生命は微生物から大型生物へと進化していたのです。あなたの祖先が大きくなったことと全球凍結との間には密接な関係があることが分かってきました。地球すべてが氷に覆われた全球凍結、それは私たち人類が誕生するため、砂地の中からその生物が出てきました。ウミエラです。ウミエラは背骨もない原始的な動物で、エディアカラ生物の一つであるチャルミオディスクスの生き残りとも言われています。ウミエラの体は何でできているのか調べてみると、大きな体を支える役割をする特別なタンパク質が大量に見つかりました。化粧品の成分としても有名なコラーゲンです。コラーゲンは半透明のゼリーのような物質です。細胞にコラーゲンを混ぜて培養してみると、その力が分かります。左側、コラーゲンを混ぜた方の細胞は活発に増殖しています。そして腕を伸ばすようにして互いにくっつき合っていきました。電子顕微鏡で見た細胞、そしてコラーゲンです。コラーゲンは網目のような構造をしていることが分かります。細胞はコラーゲンの網目を足場にして、その表面や内部に入り込んで成長していきます。こうして大きな生物の体が形作られていくのです。エディアカラ生物の大きな体の中にもコラーゲンが詰まっていたと考えられています。地球の生命はこの時期初めて大量のコラーゲンを作るようになり、大型化を実現したのです。全球凍結との間には密接な関係があることが分かり、大量の酸素を一気に出しました。光合成生物の緑に染められた海、そこには周りの生物がいくら使っても余りある膨大な量の酸素が満ちていました。こうしてついに地球は酸素あふれる星に生まれ変わりました。 20% という現在の酸素濃度は、まさにこの時全球凍結を耐え抜いた生物の力によって実現されたものだったのです。酸素が満ちあふれる海の中、光合成生物に寄り添う微生物だったあなたの祖先は新たな挑戦を始めました。